広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。おはようピー、ピエットです。チートラケウチです。ライチメガーです。本日はチャンピオンズリーグ2024横浜マスターリーグで優勝した内田選手にお越しいただいております。この度、ミライドン EX デッキを使って優勝することができました内田です。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやもうチャンピオンをゲストに招いて今日は対戦動画をやらせていただきます。はい。ヨピフット意気込みはいかがですか。いや今回ですね、僕が内田選手と戦わせていただくんですけど、いやもちろんねめちゃくちゃお強いのは分かってます。ただ自信がありますほう。なぜかというと僕最近ですね数々のチャンピオンたちに勝ってきてるんですよ。なるほど。稲毛田選手、根津選手、はいはいはい、どちらもね僕らの動画で倒してきてますんでここでね内田選手もね倒しちゃいますよ。なるほど。いやあの楽しい対戦できることを楽しみにしております。いい人、めっちゃいい人だった。はい、対戦の後にはデッキ紹介もありますので最後までご覧ください。それでは早速バトルしていきましょう。いやもう大会中も決まった動きというかジンクスという配信動画を見てもらったからですけど、自分チョキしか出してなくて、チョキしか出さないみたいな。うわ、なんで今このタイミングでルーティーンがここでバレましたよ。チョキルーティーンがあるうーんということで、じゃあね僕は拳を握るかもしれない。もう始まってるのか、もしかして拳を握ろうか。読み合いが始まった。仕掛けてきたな、チャンピオン。最初はグー、じゃんけんぽい。さすがに、さすがにグー出しますよ。いや、よく一回チョキでよく見なきゃ。確かに、確かに。ちょっと素直にグー出しちゃう。じゃあもう選べるんで、先行。はい、わかりました。じゃあ後攻いただきます。はい。ね、ポケモンがいないです。お、はいはい、優勝レシピ通りとのお話ですから、うん、はいはいはい。じゃあ引き直し1回分1枚もらいます。はい。さあ対戦準備ができました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バトルスタート。セビエです。マイコーベイです。なるほど。じゃあ1枚いきます。はい。ヨピフットがチャンピオンと戦うときといえばパオジアン EX デッキという、そういうね、ジンクスのもとを持ってきた。そしてバトルに行きます。はい、強いですね。未来ドン EX 視点ではパオジアン EX ってどうですか。そうですね、パオジアン EX の HP が220になっているので、未来ドン EX のフォトンブラスター220点で一撃で制御させることができるので、うん、大変から難しいかなっていうことはあまりないのかなと思います。結構真っ向勝負だったりしますね。速度で勝てればと思います。うんうんうん。ではパオジアン EX とセビエをベンチに出します。はい。まだ使います。はい。デッドボール使います。はい。アルセウス V ベンチに出します。はい。手札から水エネルギーをパオジアン EX につけます。はい。ではこれで終わりですね。はい、わかりました。それでは1枚引きます。はい。セビエを逃がすという選択は取らずね、うん、バトルマンセビエで終えていったんですね。だいたい倒されそう。ベンチにミライドインエックス出します。はい。特定のパンデミニット使います。はい。じゃあメリープ、1体だけ出します。はい。うん。先にサンダー EX。 おお、出てきた。これでエレクトリネーター使います。はい。サンダー EX に1枚なるほど。ということはちょっと怖くなってきたけど、まさかね高校1回目の番から稲妻連弾セビエセビエとかそれやばいな。来ないと信じてるんですが、怖いね。はい。大会中もできる限り狙ってはいってたんですけど、なるほど、うまくいけばいいなと思います。ベチャブルもね、すごいですね。うん。あとペッパー使います。はい。まずは森の攻撃石とエレキジネーター持ってきます。はい。狙っていってそう。はい。着々と近づいてきてる。でエレキジネーター使います。はい。ここで2枚ついちゃえばね、ライフオープンは逃がすという選択肢も生まれちゃいますからね。本当に怖い。で、怖いです。じゃあ1枚だけ。1枚。なるほど。なるほど。これで大黒院の瞬足使います。お、なかなか、なかなかいいカードが。え、なかなかいいカード。なかなか、なかなかじゃないな。すごいいいカードが来ます。すごいいいカード。はい。これで大黒院に、森の雰囲気をつけます。はい。手札からサンダー EX で基本雷エネルギーがつきました。それでですね、森の封印石の、スターアルケムを使います。はい。実は入れ替える手段もある。入れ替える手段もしくはルチャブルーを聞いた説がある。怖いよこれ。やばいやばいやばい。それでこのカード1枚持ってきます。はい。
やばい、やばい、サンダーエクソ来ますよこれ。サンダーエクソバトルバーに出します。マジ、ベンチに打ちアプロ出た、やばい、出てきた。フライングエントリーで、セビエに、ダメカゴ1個と、はい、そうですね、アルセス V にダメカゴ1個お願いします。わかりました。これで技サインに出ます。稲妻連単でバトルバーのセビエに120点と、ベンチのダメカゴ1個乗っかってるセビエに90点お願いします。うわー、マジか、速攻稲妻連打、本当に藤田選手、本当ですか。もうサイド2枚取り、サイド2枚いただきます。すげーやばい、痺れるな。これね、マナピー出しときます。カオジアエクスバトルは7とか、いろんな後悔が出てきます。これ、やべえ、後悔やばいな。行くんだ、そこまで。ちょっとね、強気に行き過ぎてたかもしれないですね。じゃあ、カオジアエクスバトルまで。はい。1枚いきます。はい。結構大会中も、はい、高校最初の番にその HP の小さいポケモン2機倒すとかありましたか？はい、ロストを使ったデッキで、うん、あまり展開できてなくて、バトルバトベンチに1体ずつの時にですね、この動き目指したんですけど、はい、その時ここまでうまくいかずに、はい、ここ攻撃することができないで、パワーを返すという形になってしまいました。なるほど、なるほど。じゃあ結構今のはもううまくいったぞ。まあすごかったですね。一番気持ちいいですよね。瞬足でポケモン入れてくれたんですけど。やべえ、ちょっとやられましたね。ベンチのアルセウス V を V スターに転化させます。はい、じゃあスタジアムポケストップ出します。はい、そして効果使います。はい、3枚トラッシュ。はい、うわー、怖いね。ミュー、水エネルギー、セグレイク。はい、わかりました。じゃあ全部トラッシュですね。バナナクレイキ使います。はい、水エネルギーを2枚加えていきます。はい、まだ触ります。はい、じゃあスターバースを使います。はい、好きなカード2枚ですね。セビエ展開しなさないとね。そうなんですよ。すごい釣り竿とか欲しそうだけどな。では、この2枚を加えていきます。はい、まだ触ります。はい、すごい釣り竿使います。はい、じゃあ、セビエ2枚とセグレイブを山札に戻します。はい、まだ使います。はい、カイン使います。はい、では、セビエとネストボール加えていきます。はい、まだ使います、はい。ネストボール使います。はい、セビエをベンチに出します。はい、じゃあ手札からセビエをベンチに出しまして、はい、水エネルギーをパオジェン EX につけます。はい、じゃあちょっとこの対戦では使わなさそうなのでキャンセルコロンを使っておきます。はい、じゃあこれで技使います。ヘイルブレードで水エネルギー2枚トラッシュ120ダメージで。はい、120ダメージ出ました。じゃあ1枚いきます。はい、ハイパーボール使います。ネットボールと平手剣の行き道を、トラッシュに送ります。はい、これで魔高校持ってきます。はい、レンジナリープ、魔高校に進化させます。はい、トラッシュの方を確認します。これで博士の研究使います。基本雷エネルギーをトラッシュして7枚いきます。はい、基本雷エネルギーを自分だから未来版エッジにいきます。はい、魔高校の特性雪ダイナも使います。基本雷エネルギーを未来版エッジにいきます。もう次の準備がめちゃくちゃ進みましたね。ポケストップ使用します。はい、お、2枚何じゃも、なるほど、なるほど、なるほど、大丈夫、うん、大丈夫、しまったスタジアムを板的ような気持ちに張り替えます。わかりました。これで技を使います。稲妻連弾でバトル版のパウジェン EX に120点と、ベンチのアルセスベイスターに90点お願いします。わかりました。はい、じゃあこうですね。はい、これでパワーを返します。じゃあ1枚いきます。はい、スタジアムポケストップに変えます。はい、バナナクレーキできるようになった。うん、はい、バナナクレーキ使います。はい、水エネルギーを2枚加えていきます。はい、ポケストップの効果使います。はい、今回はうまくいってくれ。おー、全部グッズだ。強い。まあ全部グッズだけどね。うん、はい、加えます。アルセウスブイスターがね、残り180まで持ってかれてるのが結構きついんですよね。フォトンブラストは耐えてくれるはずだったんですけど。じゃあ貝を使います。はい、じゃあセグレイブと不思議な目加えていきます。はい、では不思議な目を使ってセビエをセグレイブに進化させます。はい、じゃあ極低音使います。はい、ここで2回使いまして逃げようかな。逃げます。なるほど。アルセス V スターバトル場に出します。はい、スーパーエネルギー回収使います。バトルビッパスを2枚トラッシュします。はい、トラッシュから水エネルギーを4枚手札に加えます。はい、じゃあまたね、極低音を使いまして、今回はね、3回分使ってアルセウス V スターにつけます。はい、極低音をまた使って今回2回パオジャン X に使いますね。はい、ではこれで技を使います。トリニティノバ200ダメージで。はい、200ダメージあります。
エネルギーはつけません。はい、それでは3段 EX、気絶します。はい、じゃあサイド2枚もらいます。はい、うん、これサイド並びましたね。うん、レドン EX を当たる場に出します。それでは1枚いきます。はい、ミライドの特性完全ミニと伝えます。はい、ミライドン EX を1回だけ一致出します。はい、ベンチにミライ X を出します。はい、うん、それで、スタジオのデスクトップを使用します。はい、エレキジェネレーター、ユニコイ X、ペパー。なるほど、ね。それでは、じゃあ、エレキジェネレーター1枚だけ、はい、手札に加えます。OK です。スタジアム、崩れたスタジアムに張り替えます。はい。うん、なるほど。月光手裏剣2枚取りできなくなっちゃったんじゃないの完全にそこだけ狙ってた。はい、それでは、エレキジェネレーター使います。はい。なかなか、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 なかなかカードが来ましたね。お、ボール強いよ。メライドン EX と、雷光 V に1枚ずつ、出ます。OK です。バトル場の、ミライドン EX に、目の中から基本カメラエネルギーつけます。はい。向こうの特性、エレキライドを使います。はい。ミライドン EX につけます。はい。オート、何でも使います。はい。出ました。それでは、これでパターを使います。はい。ブラスターで220点、ダメージを与えます。はい。じゃあ、アルセスウィスター、気絶ですね。はい。それでは、最後2枚もらいます。いや、順調に2-2で取られちゃってるんだよな。ブチャブルと稲妻連弾のコンボがここに効いてきますよね。じゃあ、パオジャン EX 前で1枚引きます。はい。まあ、このパオジャン EX ではね、突っ込めないところがあるんだよ。はい。相手の残り最後2枚。これが倒されたら負けと。うん。バナナク霊気を使用します。はい。水エネルギー2枚を加えていきます。はい。ハイパーボール使います。はい。不思議な飴と水エネルギーを取らせます。はい。輝く月光河を加えていきます。はい。ベンチに輝く月光河出します。はい。隠し札を使います。はい。パオジャン EX 出します。はい。そしてですね、スーパーエネルギー回収を使います。はい。パオジャン EX とナンジャも取らせます。はい。取らせたら水エネルギーを4枚手札に加えます。はい。では、極低音使います。じゃあ、3回分輝く月光河に。水エネルギーつけますね。はい。で、パオジャン EX に極低音で、もう一回つけまして、はい、ここで、シロナの覇気を使います。はい。前の相手の前に自分のポケモンを気絶してるので、8枚になるようにつけます。じゃあ、8枚いきます。はい。ハイパーボール使います。はい、バトルビップパスとキャンセルコロンをトラッシュします。はい。じゃあ、セグレイブ加えていきます。はい。いや、本当はクロススイッチャーがね、この8枚で揃ってくれたらよかったんですけど、そんなうまくはいかず、逃げます。はい。輝く月光がバトル場に出します。はい。では、これで技を使います。月光手裏剣で。はい、じゃあ、モココとミューイ X に90ダメージでお願いします。はい。いや、崩れたスタジアムでルチャブルとケターがうますぎましたね。マジでなぁ。9はね、つけました。はい。それでは、モココ気絶します。ね。はい。トラッシュしました。じゃあ、再度1枚取ります。はい。はい、1枚いきます。ベンチのミライドン EX に手札からエネルギーをつけます。はい。ミライドン EX、エネルギー1枚切って逃がします。はい。ミライドン EX をバトル場に出します。はい。これでですね、ボスの指令。わー、乗ってる！ダメ感が12個乗ってる。アロジアン EX をお願いします。わかりました。呼び出されてしまった。はい。それではこれで技を使います。ボトムグラスで220点ダメージを与えます。はい。220ダメージでパオジャン X が気絶です。はい。最後2枚いただきます。はい。ということで、チャンピオン、内田選手の勝利となります。すごい。まあ、チャンピオンですから、まあ、やっぱ強かったですね。鮮やかでしたね。めちゃくちゃ強かったです。いや、あの、サンダー EX の、あの、動きがすごい強かったと思います。ね、はい。生で見れてめっちゃ感動しましたね。ね、うん。いや、オープニングではビュットもね、はい、自信ありと言ってましたが、はい、ジンクスがあるし破られてしまいました。はい。これからはね、もっと謙虚に臨んでいこうと思います。そうですね、はい、それでは敵解説の方お願いします。はい、わかりました。今回使用したデッキがですね、ミライドン EX ということで、ミライドン EX の特性タンデムユニットでベンチの方に2枚雷タイプのタネプクモンをですね、出すことができるということで、でも展開が早くスピーディーな動きができるかと思います。グッズのエレキジェネレーターですね、こちらを使うことができれば、高校1段目から、技を使うことができ、相手のバトル場のポケモンを倒すことができるかと思います。基本的に、雷光 V とミライドン EX を主軸として、前半戦っていき、メリープ、モココ
と進化をさせて、後半の方には雷中 V などで雷ダメージを与えたり、相手のバトルベンチの方にですねマナフィーがいなければサンダー EX を使って稲妻連単でバトルバードベンチのポケモンを気絶させることができるので、そういった強い動きができるかと思います。ミュー EX の方がタポートの木花が入っているので、木花で1枚トラッシュからですね基本雷人形ミュー EX につけて、もうここのエレキダイナモで手札から1枚ということで、一旦でカードさえ揃っていればミュー EX のゲノムハック、相手のバトルポケモンを持っている技を1つ選び、この技として使うという動きがですね、ティアティナ・ブイスターなどのですね強力な技をコピーすることができて、相手のポケモンを気絶させることができるかと思います。サポートでペパーがこのデッキ2枚入ってるんですけども、ペパーのですね効果で自分の山札からグッズとポケモンの道具を持ってくることができるんですけども、森の封印石と雪のお守りを持ってくることができ、それにエレキジェネレーターでしたり穴抜けの紐、呪文入れ替え、ポケモンを呼び出す手段のメリープがまだ育っていなければハイパーボールなどですね、今回使わせていただいたルチャブルなどもペパーを使うことで手札に加えることができます。スタジアムで頂きへの行き道が入っているんですけども、今回の大会でも特性を持つポケモンが多かったので、相手の特性を止め、こちらの有利な展開を作った後に攻撃を進めていくというコンセプトになっています。本大会ですごい活躍したと思っているカードが生きりんこ EX になってまして、自分の最初の番にだけ1回使えます。自分の手札を全てトラッシュして山札を6枚引く、こちらで手札をリフレッシュし、サポートカードなどがまた手札に入ってくるようであれば、そちらからまた強い動きが展開でき、歴史ネーダーだったりそういったカードにつながるかと思います。今回一番働いたのが生きりんこ EX って言ってもいいぐらいよく使う機会があったので、こちらのデッキがとても強いかと思います。ミライドン EX のデッキなんですけども、とても安定度が高く後方1ターン目から技を使うこともできるので、そういった動きで相手のバトルポケモンをすぐに気絶するっていう強いデッキだと思っています。皆さんもよければ使ってみていただけるととても楽しいと思います。ということで解説ありがとうございました。2人が使ったデッキレシピは説明欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、内田選手今回の大会で、世界大会の出場権もそうですし、次回の、チャンピオンズリーグ2024京都の優先出場権も手にしたと思います、はい、今後の大会に向けて意気込みなどありましたらぜひよろしくお願いします。はい、これからもですね、新しいカードがいろいろたくさん出るかと思うんですけども、そういった楽しく強いカードをこれからもデッキに入れてですね、大会に向けて頑張りたいと思います。はい、ぜひ頑張ってください、はい、応援します。お願いします。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。お願いします。それでは皆さんまた次回。バイバーイ。